江くんが家を出て一人で暮らす？私と一緒に暮らすの嫌じゃないって言ってくれたのに、どうして？どそうだったの。お袋ってあんなんだろう。もし住所教えたら合鍵作って毎日押しかけて3食作って置いてきそうだもん。それじゃあ一人暮らしの意味ないからさ。一人暮らしの意味？あのままずっと家にいて、大学出て、親父の会社継いで、本当にそのままでいいのかなと思って。入江くん、大学行かないかもしれないなんて嘘ですよね。大学に行きたくないわけじゃないんだろうけど、もしかしたらパパの期待が大きすぎるのかも。パパ、自分が東大出身でしょ？それでお兄ちゃんにも同じ東大に行って、いずれはパパの会社を継いでほしいって思ってるんだけど、そういうふうに期待されてることがもしかしたらお兄ちゃんには重荷なのかもね。それじゃあ親の敷いたレール通りに生きてるだけじゃん。それが本当にやりたいことならいいけど、分かんなくって。何？直樹、お前将来のことはどう考えてる？今日はお前の本音を教えてほしいんだよ。まあもう分かってるだろうけど、私はお前を正式にうちの会社の後継者として考えてる。大学を卒業したらそのままうちに入社してほしいと思ってるんだよ。うん、私もそれに賛成よ。お前はまだ大学2年生だけど、仕事を覚えるのは早いに越したことはない。だから、例えば夏休みとかそういうのの長期の休暇を利用して、そろそろうちの仕事を覚えてもらったらいいんじゃないかなと思ってる。うちの経営についてお前の意見も聞きたいしな。どう思う、直樹？親父の会社を継ぐかどうかは今すぐ結論は出せない。もう少し考える時間が欲しい。考える時間は十分にあったはずよ。パパの会社のことも、ことこちゃんのことも。ママ、今はことこちゃんのことは。いいえ、これだって大事なお兄ちゃんの将来の話よ。私はね、誰でもいいと思ってお兄ちゃんにことこちゃんを勧めてるわけじゃないのよ。お兄ちゃんがパパの会社を継ぐなら、ことこちゃんは理想のお嫁さんだと思うのよ。ねえ、パパ。確かに企業を経営するのは並大抵のことじゃない。家族の支えが絶対に必要だ。だから直樹のことを考えてくれて、直樹を支えてくれて、そして周りの人たちに愛されるような人が一番だと思う。結婚っていうのは惚れた晴れただけでやっていけるようなもんじゃないからな。そういう意味ではことこちゃんは確かに理想的なお嫁さんだと私も思う。だけど一番大事なのは直樹の気持ちだ。お前の考えを聞かせてくれ。どう思う、直樹？どう思うも何も、親父もお袋も自分たちの思い通りになるように仕向けてるじゃないか。Thank you.
から自分がやりたいことを見つけるために自分の力だけで生活してみたいって思ったんだ。そういえば家くんお台場で言ってたもんね。何の苦労もない人生よりあえて試練に立ち向かった方が面白いって思うようになったって。まあね。じゃあ一人暮らし始めたの私を避けるためじゃなかったんだ。なんでそんなことのためにここまでめんどくさいことしなきゃいけないんだよ。一人暮らしって結構大変なんだぜ。今まで実家でどれほど甘やかされてきたか思い知らされたよ。入江くんにはいっぱいいろんな可能性があるんだよね。その可能性を見つけるために一人暮らししたんだよね。どんなに可能性があっても何をやりたいのか分かってなかったら意味がないから。今まで何をやっても余裕があった。逆に言えば暇だったんだよ。忙しくなってみて自分にとって大切なもの、興味があること、少しずつだけど分かってきた気がするんだ。大事な時にこうだもんな。